その痛みはなんだ、その思いはなんだ、その日はなんだ、現実がめしゃらら。どうも皆様、おはこんこん、大和みつきです。僕らの二次元甲子園物語、続きやっていきましょう。さあ、いよいよ県大会決勝ということなんですけど、今回はね、ちょっとさすがにお褒めの言葉使いたいと思います。とはいえね、今んとこルドルフ会長ダメダメなのは困るので、ここはちょっとルドルフ会長に使います。よし、これで。さあ、ちょっと相手もね、わからないままなんですけど、これでね、去年の夏と秋にコールド負けを食らった洲本高校とかだったら激アツなんですけど、個人的に。お、地方紙で大きく取り上げられた。さあ、泣いても笑っても決勝、県大会。今日勝ったら甲子園大会への出場が決まります。必ず勝ちましょうね。ルドルフ・キリジョーとは。みんな3年か。そうだよな。ミツル先輩、キャプテン。カロル普通か、しゃあない。まあ、カロルに使ってもよかったな、じゃあ。まあ、それは結果論ということで。ミツル先輩でしょ、ミツル先輩にしたから、ミツル先輩3番にする。フレン6番だな、そうだな。これでいきますか。オッケー、よし、じゃあこれでいきます。今回は曲を変えてきました。夏の県大会決勝、三塁が洲本高校対一塁が大和第二次高校。よっしゃ、去年のリベンジを果たすぞ。よろしくお願いします。今回の曲はですね、あの二次三次のライバーさんの加賀美隼人さんがカバーした、パワープロチャンピオンシップの主題歌だったかな、のフライングハイのカバーです。これなんかショップでね、無料で買えたんで。さあ、洲本高校マジでぶっ倒す、3度目の正直。いやでもやっぱ強いんだ洲本って。記念フォアボールか、まあまあまあ、ムード罰がいるんだよな。うわー、結構やっぱ明確な弱点っていうのがないです。あー、石岡選手だ、エヴァだ、エヴァ。そうか、エヴァ兵庫なんだ、なるほど。あ、そうか、神戸出身って言ってたもん、確かに。よし、でも3人で切ったな。しかもルドルフ出塁してる。流し打ち、投げました、もう投げた。いやー、いいね、この曲盛り上がる。投げた、打ちました。いや、ダメか、くー、惜しい、くそ。ネモ、いいぞネモ、このホームランはでかい、先制点大事よ。センター返し、うー、ツーストライク。バッター追い込まれました。第4球は、おお、ファール。5球目、投げた、お、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、お、よし、ラッキー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 、運はこっちに味方してるぞ今。いいバッティングを見せました。これで2打数の1。まあ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 、まあ、いやー、フォアボール多いな、ちょっと。出た、ムード罰。ツーアウトだからゲッツーはいらない。いや、お任せ、信じる。
マウンド上は完璧。これはよし。ショートバウンド。一塁送球。オッケー。北斗軽快な守備を見せました。スリーアウト。フライボールピッチャーだからか。あ、違うわ。内角攻め。内角攻めが、いや、センター返し。惜しい。球数が少ないな、向こう。あ、惜しい。あー、いっちゃったか。あー、やばい、ツーベース。代打。うーわ、ノリノリ。きついな。よし、初球丸は潰した。よし、3球三振。よし。いいよ。3球三振、2者連続3球三振。さあ油断することなく外野前進でいいかな。外野前進でよかった。 OK。 おしよしよしよし。お、ここでもう代打切るか。内角中心、危ない。危ない。ちょっと怖いな。クソ、粘ってくんな。どうしよう、何が正しいこれ。内角だ、やっぱり。よっしゃー、スリーアウト全部三振。クレーン、クレーン、そのホームランめっちゃいいよ。カルブ先生、あ、間違えて、打力は多分そんなんなんだよね。そう、G だから。で、ランナーが、レイブンか。流し打ち。あー、そうなっちゃうよね。そう。ちなみにこれ相手、あー結構強いけど、まあここはゲッツーシフトの低め。逆にこっちがゲッツー取ればいいんですよ。高い、それは高い。レイブン、うわー、嫌なとこ落ちる。しかもうーわ、高いよ。いや、もうここ使う強心臓。中間守備、ワン、まだノーアウトだからな。あー、やばい、くそ。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、岩田、緩急。正直ちょっと後の投手陣ね、はい、ピンチの点で、あー、やばい、ボテボテ、くそー、なんでそんな弱いんだよ打球が。これ守備位置、そう、お任せ、そうだな、ちょっと分かんないから、これはお任せにしとこう。変にやってそれを疲れたら困るんでね。いや、いい、よし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 、よく止めた。危ねえ、心臓止まるかと思った今。心臓も止まりそうになった。初球打ち流した。ぐーんと伸びて左に切れ。これでも3だよな。3を信じるわ。フレン。フレンズ余裕があります。よし。よし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 。危ない。お、ナイス。ここは切るしかないよね。もちろん。さあ、相手投手ゼフ長、
待って 0.56 バケモンみてえだな。なんだこいつ。あでも調子極端よ。で絶不調になってるから低めも消えてる今のはず。中にはあの調子悪くても消えない能力とかあるんですよ。内野安打丸とかね、野手だったら。おまあ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 、進塁だ進塁だ進塁だ。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは2年生、くせ者。さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。やっぱりちょっとここマジで点取りたい。打った、追い込んでから投げた。お打ちました。あーダメか、上がりすぎる。掴みました中継。いや1点は欲しいなマジで。いやもう使うしかないよな正直。本当にもうここは1点でも欲しいからミートの方がいいな。あー惜しい。あーマジか、転がせっつってるやん。いよいよ9回に入ります。トップバッターは関根、山、いやもうカロル先生。調子上げていくしかない。マジで守りに行く。この2点を死守する。守備はみんな上がってるね、上がってるね。オッケーだね、オッケーだね。よし第2球投げました、投げました。しんどいかもしれんけどお願いカロル先生。打ちました、よしよし。でもナイスナイスキャッチ。打順をトップに返って阿部。第9球これが投げました。一番で合ってたかな、一番上で合ってたかな。あ、オッケーか。じゃあいいや、このままで。あー惜しい。それはさすがに無理だな。お、石岡選手。ここはゲッツーシフトでしょう。よっ、あーマジか、やばい。うーわマジか、それ抜かれるか。やべえこれは。うーわ正直ちょっと石岡選手に打たれるのは想定しなかった。はあやばい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 。おい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 、勘弁してくれよ。こんだけ切ってんだよこっちは。やばいぞこれ。だー最悪、こいつらマジで鬱陶しいな。ほんと洲本高校おめえら。あーやばいやばいやばい、めっちゃ打ち込まれる。ちょっと待ってくれよ。ドンマイもまだ使えないの。これ、いやまあお任せでいいか。信じたバッテリー。うーわマジか、これどうしよう。いや打たれすぎだってさすがに。いけるか、よし。うわーやべえな、ここで3点取られるのきつすぎる。トア会長ほんと頼んますマジで。引っ張る、超危ない。超えない、マジか。先頭でね、いやもう本当に頼むマジで。
せめて同点でいい。わっしゃしゃしゃ、危ねえ。いやでもダイソーは出せん。いや、いや出すしかねえ。もう出し惜しみしてらんない。ここはさあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。盗塁は怖いな。怖いけど5なんだよ。ちょっと待って、一応相手の能力を見るか。クイック D でしょ。キャッチャーはあー BB か、やめとこう。 A 相手からやれたけどちょっと決勝はわけが違う。おい打ち上げんなよ。ちょっと待ってくれって。お願い、ちょっともう祈るしかできない。ここは一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。ストレートはもう盗塁はさすがに博打すぎるような。第3球を投げた。うわあ甘いんだよそれ。おっさん頼む、一塁へ牽制球。リタッチを返してやってくれ。追い込んで投げた外ボール。本当に頼む。うわーなんでだよもう。マジでさ最後ほんとこいつらムカつくな。マジで絶対おめえら今度ぶっ潰すから覚悟しとけ洲本高校。うわーマジかー。いや9回なんであんな点取られんのマジで。これなんだよな栄冠ナイン。マジかよ、なんで9回あんな取られんの。あんだけチャンスつかピンチに強くしたのにさ、守備も良くしたのにさ、めっちゃ取られんだよな。いやマジで石岡選手のツーベースほんと余計だった。うーわくそマジで。ジュディスチャンスいいに下がっちまったよもう。うーわマジか。いやキャプテンはやっぱベスペリアといえばね、ギルドブレイブベスペリアのボスカロル。コシーシーよろしく。いやー機動力にします今回。ちょっとリタ以外足がなさすぎるんでね。とりあえずもうこのまま合宿までやっちゃいます。マジかよ本当。スモとムカつくんだけどマジで。こいつら大会全部こいつらに止められてんすよね今まで。おかしいだろ。ああもう本当に嫌い。洲本って場所ごと嫌いになりそうだわこれ。スクラップブック。いやマジで本当に9回だけなんでこんな点取られたのっていう。いやー本当に9回がなー。ああ何もつかない。カロルと有利だからまあなんかどうしようかな。このどっちかにはなる。投げ
いや変化球投げ込みで。なんもつかない。いや、せめて1個はついてくれ、本当に。ジュリス、ローボールヒッター。なんもつかない。さすがにこれ以上キャッチャーはつかんかな。白金、ね、キャッチャーに狙う狙うしかないよな。まあつかないな。とりあえず回復しておきます。体力がね、みんな合宿でゴリゴリに減ってるんで。8月、くそ、これでどこまで行くんだ。どうしようかな。なんかとりあえず合宿じゃないわ、特訓か。マスは踏みます。特訓、木下、カロル、白金。投手。ポーカーフェイスはいらない、カロル先生。ポーカーフェイスじゃないから。ダメだった。結局取れへんのかい。3。あー、行きたかったなー。マジで行きたかったな。お、それをもうちょっと早くやってほしかったな。1の5で行くか。あ、名門受けるよ。受ける受ける。じゃあ次回この練習試合からやりますか。名門ってめちゃめちゃ強いじゃないですか。よく練習してくれるようになったな。びっくりした今。お、いいよ、カズキ。マジで名門と戦っていいの？よし、というわけで今回はここまでにしようと思います。次回は名門との練習試合、怖すぎる。まあね、それまでちょっとオーダー組んでおこうと思います。以上、大和美月でした。次回の動画でお会いしましょう。それでは。良い夢を。以上をもちまして本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけてチャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。